はい、音楽を始めたきっかけは、さっきね、ほら、なんかピアノやっててとか、はい、あ、そうです、はい、小さい時にピアノやってて、うん、な音楽好きで、うん、なんかピアノの先生になりたいとか、どんな先生になってたの、もう卑猥な先生しかもう、うん、そうね、できないですけどね、バッカーもうこんなんやねもうまたが、はい、その答え、その答え、違う、行く行く答え、一段ピアノもいいですね、大人のピアノ、はい、いいです、一段ミュージシャンを諦めたが、クライム遊びの延長、へー、はい、でも、うん、まあほらクラブって言うても、うん、でもほら特にレゲエとかの方にハマるって、うん、なんかきっかけないとかなと思ったりとかしてたんですけど、なんかあのまあ本当いろんな音楽好きで、うん、あのハウスソウル、うん、なんかブラックミュージック、うん、いろいろ好きで、でレゲエは一番そのレゲエの中でもダンスホールって呼ばれてる音楽は、うん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 、私の中で意味不明すぎて、なんか私の中の音楽っていうのをぶち壊されたんですよ、はい、なんかいきなり曲途中で止めたり、なんか喋ったり、あのコードとかいうのもむちゃくちゃな上で歌を歌ってる人がいて、なんかその音楽って思ってる概念みたいな概念を、いや確かに打ち砕かれたんです。いやレゲエってなんかもうむっ、そう、そういう意味ではむちゃくちゃやもんね。そうそうそう、であのダンスのレゲエもむちゃくちゃやもんね、うん、むちゃくちゃですね、びっくりしたよ。だってもうまあほらポップとか、はい、そのロックとか、うん、まあいろいろあったりとかヒップホップとかあったりとかあって踊ってる、うん、でダンサーの友達も多いし、うん、っていう中で、うん、あのこれレゲエやねんって言われた子が3点倒立してて3点倒立した水着の女の子が腰をぐわーって振ってる。あーダンサーさんですか、これレゲエだっていう、あれいっぱいありすぎてショックすぎて、えだってちょっとほんまにフロアのほんまに、はい、ちょっとまあさすがにやっぱり真ん中とかもあるけど、はい、なんか何人かの女の子が3人ぐらいでよっこしょって3点倒立してぐわー腰振ってるのか、はい、えっ、ー、これ何これって言ったらあれレゲエやで、えあれレゲエだってびっくりしたもん。もうびっくりのもう連続なんですよ。で私もいまだにもうレゲエと出会って20年近いんですけど、はい、うん、はい、今日もダンサーの子に最近流行ってるダンス何なんて聞いたら、はい、ジャマイカでも、まあ、デング熱的なのが流行って、はい、そのそれにかかったっていうダンス、はい、デング熱デング熱みたいなそんなダンスが流行ってるみたいなめちゃくちゃ